はい、同時です。今回ですね、ドラゴンゲートの 12.15 福岡国際センター大会試合結果答え合わせということで、そちらの方をね、やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速、第1試合。甲斐景虎対奥田吉岡。まあ、それでは8分1秒、甲斐がメテオインパクトで吉岡から取ると予想したんですが、結果は9分12秒、吉岡がリバーサルサムソンで景虎から取りました。吉岡の勝利となりましたね。そして続いて第2試合。こちらはバトル ロイヤルとなっております。出場選手がシーサー、クネス、シャチ、富永、ヤッシー、マリア、ミノウラ、モンダイリュウ、王子、ジミーとなっておりますね。で、まあ、それでは10分21秒、ミノウラがバビルギアでクネスから取ると予想したんですが、結果は7分20秒、ミノウラがジャーマンで富永から取りましたね。なので、ミノウラが勝ったということですね。なんで、望月道場は2連勝っていう感じですよね。はい。そして続いてが第3試合。ダイヤ対カズマ。それでは9分38秒、カズマがハーフパッケージ、パイルドライバーでね、ダイヤから取ると予想したんですが、結果はなんと4分6秒ダイヤが前方回転エビ固めでカズマから取りましたね。いや、これまさかダイヤが勝つと思ってなかったのでびっくりしましたね。しかも4分っていう結構あっさり終わったなっていう感じはしましたね。とはいえ、まあ格上相手ですからね、カズマって。ダイヤ勝ってきたんで、これも来年のダイヤ大ブレイクしてくんちゃうかなと思いますね。まあもう、はい。そして続いてが第4試合、市川対丸藤。なんかね、試合が始まる前にマイクでいろいろね、茶番劇が行われて、最終的にマスカラコントラ壁ジラ戦になったと。まさかのね。で、さらに市川だけめっちゃハンデがあると。はい。そして予想は5分21秒丸藤が白抜いで市川から取ると予想したんですが、結果は8分8秒、トラ王って読むのかな？ちょっとごめんなさい、この辺読み方が曖昧なんですけど、膝蹴りですね。で、丸藤が勝ったということで、まあ、市川にしては善戦した方なのかなっていう感じはしましたね。で、結果、市川が負けたので、なんとまさかのマスク剥ぎ執行となりまして、マスク剥がされちゃいましたね。はい。そして続いてが第5試合。ウルティモドラゴン最良神田組対吉野キッド望月。まあ、それでは14分54秒、ウルティモドラゴンがラマヒストラルで望月から取ると予想したんですが、結果は14分48秒、吉野がソルナシエンテで神田から取りましたね。吉野が勝利したということで、まあ、現世代の意地を見せたのかなと思いますね。はい。そして続いてが第6試合。ブレイブゲート選手権試合、石田対ジェイソン。これは石田の初防衛戦となっております。まあ、それでは15分34秒、石田がタイガースープレックスで、ジェイソンから取ると予想したんですが、結果は12分8秒、石田がタイガースープレックスでジェイソンから取りましたね。すごいね、試合自体はすごい良かったのかなと。まあ、最後のちょっと、反則試案でも十分いい試合はできたんじゃないかなっていうのは、個人的にはありますね。なんで、もう一回今度はね、乱入とかなしで、この石田対ジェイソンのね、シングル一騎打ちっていうのみたいですね。はい。で、続いてが第7試合。トライアングルゲート選手権試合。ストロングマシン軍団対 KG 進堀口対吉田ディアマンテヒョ。スリーウェイとなっておりますね。まあ、それでは14分8秒。J がね、マシン風車固めでヒョウから取って、そして2本目に17分35秒。KG がインパクトで J から取って、ナチュラルバイブスの勝利と。予想したんですが、結果はですね、まず13分8秒、1本目、J がマシン噴射固めて、なんと進むから取りまして、進む優勢かなと思ったんですけどね、一気に流れを変えて J が取りましたね。で、続いて2本目、16分33秒にディアマンテが、なんとベルタフェナーレで、ストロングマシン G からね、取りましたね。これなんと RED が、ベルトダッシュと。なりましたね。まあ、ディアマンテ、ヒョウともにドラゴンゲートベルト初体感っていうことですよね。ついにね、このディアマンテがタイトルに絡んできて一発で取りましたから、今後ちょっとこのね、はい。そして続いてが第8試合、セミファイナル。ツインゲート選手権試合ですね。エータ清水対ヤマトハルク。
それでは19分50秒、エイタがサラマンダーでね、ハルクから取ると予想したんですが、結果は18分44秒、ヤマトがフランケンシュタイナーで清水から取りましたね。まあ、新世代対現世代っていう一戦にもなっておりますね、この戦いはね。で、まあ、RED が終始反則やら、乱入やらとかね、いろいろしてたんですけど、最後の最後ね、ヤマトめちゃめちゃボコボコされてたんですよ。なのに、脅威の粘りを見せてですね、一発逆転のフランケンシュタイナーで清水から取りましたね。なので、これでね、ちょうど1年越しですね、のツインゲート体感。ハルクはね、ほんと去年ね、返上という悔しい結果に終わってしまったんでね、もう一度取り戻して、ヤマト・ハルク組が再始動したということですよね。はい、そして続いてが第9試合、メインイベントですね。ドリームゲート選手権試合、弁慶対、はい、それでは22分41秒、土井がマスキュラーボムで弁慶から取ると予想したんですが、結果は24分6秒、土井がマスキュラーボムで弁慶から取りましたね。なんと、ドリがドリームゲートダッシュと。いや、本当にこれは嬉しいですね。自分の推してる選手がこう、頂点に立った瞬間っていうのはね、とんでもなく嬉しいですね。本当にね。なんで、これからも防衛ロードっていうのもすっごい楽しみになってきましたね。まあ、で、結果的に言うと、4大タイトル中、今回は3つベルトが動いたっていう形になりましたね。結構動きましたね、今回は。で、まあ、結局は、その、ね、最後の最後で現世代が、巻き返したっていう形になりましたね。今年はね、残り約2週間なので、一体どうなるのか、すごい楽しみやなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストコメントとか他にも、こちらの福岡大会に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこれです。